show you here, okay? Okay. よく分かりましたが、ですね、このロボットの特徴として人とラリーをしているときに人の能力とか人が何をしたいかっていうのをセンシングしながら AI で解析しながらラリーをしています。でなので今後人と機械が一緒に何かをするような場合にそのどうやって人の状態をセンシングするかとか人に対してどういうフィードバックをロボットからするかとか、まあ、そういったところに技術展開できると思っています。例えば津波でディザスターになったところ、それから火事の現場、あるいはもっといけば宇宙とか深海とかそういったところでも人の代わりに行って何らかの作業をさせることができます。そうですね、非常にこう移動するのが大変とか面倒くさいと思っている方もこれに乗っていただいて、まあ、楽しくショッピングモールを買い物していたり空港の中のいろんなところに遊びに行っていただけたら非常に嬉しいなというふうに思います。ぜひ旅行がもっともっと楽しくなるようになれば非常に嬉しいです。